エントリーしてない方もしいたらお願いします。友田さん入ってます。さあ今エントリーしている人たちの名前をとりあえず読み上げます。間違ってたら教えてください。バイパー、これはカタカナで塩さんでいいんですかね。あ、漢字で塩っていう字なんですけど塩さんでいいのかな。デレローさん、カワシム、長州、ユーズル、ヒデ、ウネ、ピロシ、クサ、オチャルマル、コテ、黒いワン、アラバマ、坂本、トーコン、カサオブシウシ、トモダ、牛尾さん、あっちでやってた人かな。あー了解了解、牛尾さん、オッケー。さあというわけでエントリー19名、その他エントリーしなくて大丈夫ですか。まあ東大形式なんで、まあちゃちゃっとやっていければいいのかなと。Yeah.
あ、はい、じゃあそろそろやりますね、ランバト。じゃあ今日は18人なんで、まあ2つに分けて紅白戦ですね。はい、やりましょう。こんばんは皆さん。今日は7月20日、翌日が何の日かご存知ですか？7月21日でございます。あえて私は言いません。7月21日の日だと、ゲージを皆さんしっかり貯めておく、それもすごい大事です。さあ、というわけでとりあえずチーム当てしましょうか。あー、なるほど。うん、アラママ、アラママ、闘魂。うん、ごめんなさい。こ、3、4、5、6、あとユーズルさん。あー、大丈夫ですよ、まだ大丈夫です。ですね、その8人は振っていいと思います。7月21日って何かあったっけ？ゲ、まあそうですね、まあ選挙もそうですが、まあ、毎年7月21日を言ったらというところでしょうか。まあ、あえてちょっとこの公共の場で私はあえて言えません。さあ、じゃあそうですね、その3人で割り振ってくらいかな。待って、長州さんと、長州バイパーまで入れていいと思います。長州、で、これ9、10にして、で、残り、また振ってない人でいいんじゃないかなって。
あー20人でしょ、2キャラ制だと39試合だからちょっと多くなっちゃうから、普通の東大戦でいいんじゃないかなって思います。これは待って、今数字見てないですけど、上5人が 1P、 下5人が 2P でいいですか。じゃあそんな感じ。はい、じゃあ書いてきますよ。6 8 10 9 9 1で、2 2 2 2、あーバランス、あーすげーチームになったな、これまた。じゃあ残りも同じく10人で、あ、いいっすよ、それも、あ、まあ一応書いておきましょうか、1、2、3、4。で、同じようにワンクリックしてもらって、はい、行ってください。はい、9、9、はい、3、はい、6、はい、5、ここまでが1で、牛尾、ピロシ、坂本、カツオブシブシ、クレジン、あー、ワンピースいいかな待って、ワンピースええな。いや、やってみないと分かんないな。はい、チーム決まったんで発表します。一キャラ持ち、いいですか皆さん、聞いといてくださいね。 1P 側、機械の厳正による抽選で決まりました。バイパー、デレロ、カワシム、長州、ウネ、おちゃる丸、コテ、アラバマ、トモザ、スギが 1P、 2P 側、牛尾、ユーズル、ヒデ、ピロシ、クサ、黒いワン、サカモ、トーコン、カツオブシブシ、クレジ。 2P 側がチュンリー3体となってしまいました。機械による厳正な抽選です、忖度はありません。というわけで、まあ今日はね、東大戦形式かぶせでやっていきます。なので一番手だけ申告、キャラも申告、キャラ自由です。合気は5000円払ってください。合気5000円ですよ、5000円お店に課金です。さあ 1P 側はなんと非常にバランスのいいチームとなりました。そして 2P 側はチュンリーが3枚という結構すごいカードになりましたね。バイパーさん 1P、 こんばんは。もうちゃんとマイク聞いてて、みんな。え？オナニーしか言ってないやつ。いや、ヒデマジつまんないよこれ。え？つまんない？3回ぐらい言ってよ。何を思ってバランスがいいんだかわかんないけど、うん、このチンゲみたいな。さ。こらこらこら。ハハハ、そりゃそうだ。いや、機械による厳正な抽選、機械。だって機械だから忖度ないっていう。それは機械さんに言って。
はい、じゃあ準備できたんで始めましょう。やりますよ。X ゲーマーズさん、こんばんは。さあ、先方を決めましょう。先方だけ決めて、あとはかぶせです。はい、さあ、ピースピーと、あ、ブスブス言うな、これ。さあ、どうしましょう。ワンピー、ツーピー、それぞれ皆さん、先方を決めてください。はいはい。あ、見ましたよ、それも。あ、もう結構上がってるのかな。はい、ワンピーツーピー誰行きますか。ワンピーツーピー誰行きますか。ちょっ、じゃあ行ってください、お願いします。はい、手前です。じゃあ、どうでもいいですから、僕あのカツオ節虫です。カツオ節虫、あ、すいません。やめてやめて。さあ、じゃあやっていきましょう。スタートボタンを押してください。ワンピー側は杉 S バイソン、ツーピー側はカツオムシムシベガですね。ヘローヒデさん、グッドイブニングでいいのかな。グッドイブニング。さあ、スギがオワオワ言わせている状況から、こいつ、とりあえず S キャラには投げた方がいいです。受け身がありません。さあ、誰か今日はマイク持ってもらえると助かります。私は今日はちょっと若干疲れております。いやいや、おい、頑張れの声よりも声を持った移動をしてほしいわ。あ、4段できないマン死んだか。ファイブ、あーやばいぞ。まだある。あー、これは良いもかくんない。おー、なぜか飛ぶ。おー、あー、なるほど、コワコワチュー。ダブル様、あ、ダブル様じゃねえや。違うわ、ナイトメアだわ。というわけで、こんな感じでだいぶ疲れておりますので、皆さんマイクのご協力を。さあ、ダブル2で切り返して、如意棒が当たらない。さあ、味を占めたか、カツオブシムシさん。さあ、これは見られて如意棒確定だ。ーダッシュストレート入って勝ったのはスギ。はい、2P 側、次の方どうぞ。まあいいな。さあ、ダルシムはクレジンダルシム。さあ、 S キャラに対しては先ほども私言いましたが、投げた方がいいです。さあ、ダッシュストレート。さあ、しゃがみ系の技が結構強い。技を振りまくれば誰しも強いですからね。さあ、ダッシュストレート。今のターンパンチ防ぎましたね。
ばいぞ。さあなぜ打たない、相打ちになってしまう。なぜかゼロドットの状態からダブル TO を狙ったかのようにファイヤーを打ちませんでした。さあダッシュすると、ズームパンチ、危ない、セーフ。さあこれはなぜか打たない。なぜかガクガクするクレジンファイヤーを打っていいんです。さあ今のはクライナでいけそうだったが、投げられてヘッド。さあえ、大パンチかない、あ、聞く。さあ勝ったのはスギ、誰かマイク持って、さすがにちょっと、あ、川島さんよろしく、ちょっとしんどいわ今日。あ、どうも、カンシムでーす。3パー溜めすぎと、あれ、あ、2P まだいない、入ってない。さあ、2P、最初誰でしたっけ、カツオブシさん、ユージンさんが倒れて、誰だろう、誰か、牛尾さん、ユーズル君、ヒデ、ピロシ、クーサ、グロイワン、坂本トーコン。さあ、あとはもう 1P に切り詰めてもらえばいいんじゃないですか、じゃあ倍増なんで、そうですね、坂本下がったとかだと面白いかもしれないですね、バイソン戦。いや、ダメです、ダメです、ダメです。何ですか？ダメです。じゃあ、後ろさんってガイル？ガイル？ガイル、ガイル S バイソン、どうですか？お願いします、お願いします。え、誰？草さん？草さん出んの？後ろさんが渋っている。え、誰でもいいよ。さあ、このスギちゃんの S バイソン、さあ、意外とめんどくさいですね。さあ、クレジンさんやられてしまいましたが、実際ですね、S バイソン戦、ダルシム結構難しいと思うんですね。まあ、しょうがないでしょう。多分、X より寄った時はめんどくさいですよね。一回離れたら、S の方が終わってると思うけど、そうそうですね、あの寄っちゃうと、まあ、ファイヤーモードにならないと、もう何でもかんでもね、相打ち取られて、そうで、ダウンしちゃうんで、はい、下がって、下がってジャクソニック、下がってジャクソニックだけでいいです。さあ、チワシー、さあ、チワシー、あれ、相打ちになるの何あれ、ジャクだから置いてある。いやー、困りますね。さあ、ガイル、後ろさんですね、後ろガイル。わかりませんが、多分若手の、今日は若手の方が、だからニュートンは結構いるのか。何回かあのバーサスの東西戦出てもらってますね、うん、東西戦かここかみたいな。さあ、先ほどやる前に、ノジアイでめっちゃ負けてると言ってましたが、1本取って、しかもかなり攻めている。いいよ、お、それっぽい。あ、ヘッドから、さあ繋がってない。あっという間に、やばいな、攻撃力やばいっすね。さあ頑張って、下がって下がって下がって、あれもうソニックで頑張るしかないですね、ガイルはね。ジャックソニック置いて、置いて下がる、置いて下がって、置いて下がって、まあでも下がりな、どうなんだろう。おお、 X だったらグラウンド見てから後ろそばとかでいいんだけど。あー、そうです、よく見ますね、それは。それがないのはないから、ね、相打ちで多少はなんかやるしかない。ソニックで際、危ない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 、ソニック勝ち確、あー逃すって。いやー違うよなあれ、
ちょっと距離を置いてダブルサマーで削り角にならないですかね、あれならない。いや今のはバックジャンプでジャクソニック打って追いかけてヘッドを避けられて裏剣でいいんじゃないの、ね、裏剣が届けばね。何草さん出んの出んの誰出たいの、出たい人が出て、強い人たちしか残っておりません。よしさんよしさんさあピロシーをここで使うか、まあ、もういいんじゃないの、わかんないから、まあ、黒いワンさんいるからね、うん、チュンリーとゆずるくんもいる、坂本くんもいるから。さあすいません、ご視聴されてる皆さん、まあチュンリーでいい気はするけどね。出て出て、さあ、しぶしぶ草くんが草チュンリーですね。さあ、うん、まあ厳正なチーム分けの結果チュンリー3体ということなんでまあさっさと1人目を投入していこうというね。3枚いるのはな、強いな。そう、上から行って投げてでループ集中、集中でいいの、集中じゃないでしょう。さあこの体力リードでさえわからないぞ。おい集中じゃないよ、涼しいな。いや離れたら一回、ま、待てばいいんですよ、とりあえずあれしかないんだから。お死ぬなこれ、いいぞ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 。さあ草君今日は酒入ってませんが、入ってませんね、うん、もう100列っていいんじゃないのこれで。あ見えてる、ここは超見えてる。バイさんがちょうど正面こっちを向いた時に戦列出しました。さあさすがに厳しいのか、スギちゃん、あー最悪、もうそれで下がって、そうですね、それでてか100列で落ちないと思うんだよな。あれさっき相打ち取られてましたよね。あこれ刺さる、相打ちは飛行券じゃないですか、はい、飛行券か、はい、ワンピー。さあ草くん勝利、ワンピー 5秒で座って。さあチュンリー戦やりたい方、ワイパーさん、デレロー、川島、長州、ウネ、オチャルマル、コテ、アラバマ、トモザ、デレローさん、サリュウ。さあ、最近だいぶやる気勢のデレロー、リュウ。さなんか別のゲームやってたらしいですね。ウルフォーかサードかなんかわかんないけど、デリロロさん、うん、なんだっけな、結構コマンド性能いいですよ。あと球の打ち方もかなりうまいですね。ダイゴスダイゴスダイゴス、グッチムーブですねあれはね。あー昇竜ですな。さあ草くん相手にいい勝負ですね。さあお互いにスパコンがあるので迂闊な行動はできない、削りで死んでしまう。あっ、中足、あの中足にね頑張って真空を当てないと勝てないような感じでしたかね。あ待ってた、お近距離大キック波動拳、うわちょっと待って、拳強いっすねあれね。さあ草くんが2人抜き、あれ無言でサガットが、コテくんが行った、あコテくんが、いやなんで行くんだろうな、すげえな。いや素晴らしいですね、これはおとちゅんさんがサガットが一番余裕だってなんかのインタビューで言ってたら、この間八重さんがかかっちゃったんですよね。あの海外の大会でマジか、なんか1位八重さんで2位が音中さんになったんで多分勝ったんだと思いますけど、負けた、あそうだっけ。いやでもあれ3本選手とかでしょ、
おー、さあ踏みつけ、あれ多分アパが当たんないよね。あ、おとちさん優勝した、あれ多分一本負けしちゃうよね。あれはもうタッチガードして上タイガーか、タッチガードした後に、いや何も入んないと思う、何も入んない、何も入んないと思う、打たない方がいいと思う、ずるいな。弱下を普通に置いておくぐらいしかできないんじゃないか、置くのも微妙だけど。さあ戦列持った状態の歩き投げが強い。おお、ここは今の審議ですね。今のは審議です。審議、さあうねくんが手を挙げて、うね行きますと。さあキャラはうねっかい、これガイル・チュンリーって結構いいカードなんですよね。まあお互い待ってるみたいな感じじゃないですか、多分お互い待ってるけど、どうなんだろう、圧倒的な差のあるような勝負にはならないですね。結構いい勝負が多い。そうですね、まあこうやってリードチュンリーがしちゃうと多分結構ガイルがきついとは思いますけど、ガイルのコキックジャンプのめくりが本当見えづらいらしくて、ね、あ、わかんないですね、あれは全くわかんないです。上剣2発、おい投げんのかい、うん、あれスタブの後は球打ったらダメですね。もちろん言うまでもなく、さあうねくんがさあめくりからガードさせている。あっ、飛び、いやーすげえ飛ぶ。さあ投げ返されて、投げ飛ぶけど全部ガードになってんな、ということは触れてないんですね。さあうねくんが倒れて、これで4人死亡ですね。これ誰、もうバイパー、カワシム、お茶丸、アラバマトモザ、お茶丸くん、お茶丸くんさん、はい、チャーシューさんいんの、あいた、お茶丸、パロウ、じゃあ次、チャーシューさん、え、ホンダを誰が倒すかって、いやー、わかんない、ホンダ、めんどくさいね。クロイワンさんいるね、ピロシさんもいる、じゃあカーシープさんなのかな。そうですね、俺まあ残しててもあんま使えるとこないんで、カワシムさんな、いや俺多分で俺3人中に出るまで出ないよ多分。それか2人目か3人目の間後に出るんで、あっ、おなんと、今見ましたか、おいボタンこすんなよ今の、戦列が初段がスカッたから、爪で割り込みましたよ。いやー、こすりの勝利ですね。すげえな。ここ当たるが安い。投げ。いやー、こすりねー。あーっと、いいよ。いいんじゃないの？はい。あら、どうしようかな。さあ、お茶丸くんが、誰出る？草くんを倒しました。なんだよ、どうしようかな。2P がもう4人死亡、同じ並びました。さあ残りはゆずるくん、ヒデ、まあ DK か、ホンダ、黒岩、坂本、トーコン出る？え、もう俺 DJ ステージのまま終わらそうと思ってたけど、ヒロシが行くか、ゆずるが行くか、ヒロシが行こうです。最初はグー、じゃんけん、ほい、勝った方が出る、はい、行こうでしょう、お願いします。負けました、いやー日が悪い。さあピロシホンダ、バルログ戦でもね、この間チューブで やったんで多分何かを掴んだと思う。お、擦ってる、やっぱり擦ってる、頑張れお茶。さあお茶丸くん、バックジャンプ、バックジャンプ、
端まで行ったらひょう、はい、ひょうひょう、さあ前飛び、さあここはまだ擦ってる、まだ擦ってる、強え早え、先制スタイルですよこれは、早え、画面端でバックジャンプし続ける、まあ、完全に先制スタイル、あっここは昔ジャイアンさんがキレたと言われているキレる？キレるか、あっと、そう普通自分の後ろを蹴るんですよね、お先生、先生平然と自分敵キャラの方に飛んでいくのでみんなそれに苦戦しているという、さあなんとじゃあ出る、最後ゴロゴロ出場、お茶丸強くね、そうですね、先出し早出しとか結構使い分けて、これはユーズルもやられるかもしれないですね、さあ頑張れお茶丸、お茶る丸、いやお茶丸くんだ、さあ DJ バルログはDJ かなり頑張れる方ですが、あこれもし DJ 勝ったらワンピー側はカワシムが出ていくことになるでしょう、そうですかね、まあでも DJ 有利説全然あると思いますね、チューブだとどっちが勝ってるんでしょうね、フジモン DJ に勝ち越せるバルログがいるのかどうかって話ですかね、この2キャラぶっちゃけ関東はカスなんでね、基本的に中部関西の方が圧倒的に強いんで、あー前ジャンプコパン、いけ川島、いきます、お茶丸はよう頑張った、日焼けしてるだけのことがあったよお茶丸、なんかハワイでも行ってきたかのような黒っぷりですからね、さあカワシムをかぶせで出していく、さあこれはかぶせになるのか、そうですね、あの垂直ジャンプでなるベガベガじゃねえよ、 DJ の垂直ジャンプにはナルシムは着地の1フレに立ち台キックを合わせることができます、ただしちょっと難しい、おっといいシャガダイだが当たり、いいですねカーシムのインフェルノ、ああいうちょっとしたところでも出されるとなかなか厳しいですよね、ナルシムの強さの秘密とも言われているインフェルノですが出すのが難しいっていうのが唯一の弱点なんですけど、インフェルノが出なくても結構強いんですけれども、出ればめちゃめちゃ強い、しかし死んでしまう、この組み合わせあのファイヤー抜けのカーニバルですね、そばカニが結構遠くでも入っちゃうんでゲージが溜まった時に打っちゃダメなファイヤーが結構あるんですよね、それを知らないとあんな感じになります、このファイヤーモードで結構ダメージを取っておきたいんですがなかなかね、今ダメージとかむしろ DJ の方が取ってるぐらいだからね、ナルシム攻撃力低いんでね、そうあんな感じで DJ がエアスラで消してくれると思いつつ、おっとしかしインフェルノ、さあこれは当たらないが、さあ我慢のしどころ、さあ痛いぞ、さあいい勝負だがね、体力的にはまだナルシム勝っていた、これは DJ 勝利、ユーズルが勝ってさあ、ワンピーが誰を出すか、これもやっちまいましたね、しゃあないですね、今の
そうですね、DJ、チュンリー、ホンダでしょ？これはバイソンかな？アラママくん。まあ DJ 有利だけど、他のキャラだってみんな不利じゃん？俺が言ってもいいけど。チャオシュウシャン。さあ、アラママバイソンが行く。ああ、だいぶ休めた。ありがとうございます。よかった。まあ、カワシムが仕事できなかったのは結構痛いですね、ワンピー側。そうですね、ワンピー側はかなり痛いですね。さあ、しかし、アラママバイソンもめちゃめちゃやり込みで。さあ、アラママ君はネット対戦はやってんのかな？どうなんでしょう、ちょっとわか、私もちょっとわからないんですけれども、相打ち。DJ 戦はやってないと難しそうですよね。そうですね、アルキナで。さあ、そうです、中部関西の DJ はバイソンには基本的に有利をつけてるみたいですけど。はい、これね、このアラママバイソンは他のバイソンと違ってアルキクレイジーが超出るんですよ。今のもちょっと危ないかもしれないですね。これでちょっと歩いて、そう、今の感じで出してくる可能性ありなんで。さあ、時間がないが、おいー、アルティナでなぜガチャガチャしない。さあ、コパン連打してたんですけど、近づいてきたバイソンに怖がってやめちゃいましたね。いや、今ね、いけないのが、ユーズルさんが掴まれた後に最速レバガチャを何もやってなかったっていうところが、まあそうなんですよ、まあ5ドット以内の体力しかなかったんで、まあもう削りかけで終わるって思って手離したとは思うんですけれども、何が起こるかわからない確定なんで。おっと、高めぐらいで、もうかなり DJ 厳しいところ。そうですね、1ラウンド目取れたのがかなりいい展開になりましたね。さあ、クレイジーもあるんでね、なかなか取り返すのが大変ですよ、これ、はい、いやー、これは厳しい。重ねていく。あらまま、いい仕事をする。さあ、誰が行くか。チュンリーかな。チュンリーか、まあ、ホンダでもいけないことはないと思います。そうですね、黒岩さんさっきかなり勝利強かったっていうのもありますし、ていうかこれヒデだね。まあでもね、まあヒデだよ、ヒデ。まあ僕かな。闘魂さんは大丈夫？闘魂行かないよ、あいつ。ん、トーコンさん、トーコンさん、ダルシバイソン戦できんの？戦できんのって。まあ自分から座ったぐらいだから仕事をしてくれるでしょう。まあそうですね。あ、ごめんなさい。てか、トーコン中にバイソンの戦ってるとあんま見ないんだよね、俺。そうですね。あ、今のは美味しい。でー、一定ので落とされる。投げて。ヒデとか結構バットン戦やってるんです。そうですね、実際かなりやってるのは間違いないです。闘魂チュンリーは、お、しかしなんかいい動き。そうですね。さあ、相打ち。これはガクガクして、あ、いいですね。おっと、今のはヘッドがなかったのか。しゃがんでる状態でしたが、反応するのはかなり難しいかもしれません。安定もあるので。あ、逆にですか。マイクね、それ接触若干怪しいです。ちゃんと持っておかないと。あ、あ、あ、さあ、おっと、そんなこと言ってないで、なんかあのまま逆転していた。はい、何が起こった。クレイジー当たった。クレイジー当たりましたね、空ぐらいでしたね。4段が入った。さあ、2が当たって、また2。半分減ってる。チューチューチューって、いいぞ、はいはい、あー、敵を飛び込み1段飛び込み1段だが、まだ体力的にはチューリーがっている。そうですね、これゲージ回収されたら、あ、あ、あ、チャンス。どうなのこれ、クレイジーはあるよ。わあ、さあ、しかしゼロだった。どうなんの。さあ、闘魂チュンリー、これあと1ドット取りたい。トーンがいいですね、今のは。今、
アナゴアクミスっただけだからね今の今のはちょっと含まれましたね。さあ誰が行く、バイパー、長州、アラバマ、トモザ。まあ、あ、そうですね、まあ俺が行くはないのかな、黒いワンが残ってるんでね。どうだろう、黒いワン、ヒデ、坂本、まあどうだろう、誰が行った、さあバイパーさんが行く、私自らが出る。まあ闘魂戦はどうなんですかね、この2人結構大会でチーム組んでるんで、もしかしたら練習してるのかもしれないですね。そうですね、まあガムシャラジャパンでやっぱり出てたので、そうですね、ガードしてゲン、まあ中ゲンより、おお、マジで今のガムジャパンのバイパーですからね、相打ちでこれは、おお、手がない。まあガチャガチャした後に昇竜拳仕込むのはちょっと厳しいと思うんで、ありですね、アルゲンティックは。さあ長州さんが行きましょう。ちょっと相手手前落ちは投げるんでね、ぶっちゃけ俺坂上中継残してた方がいいと思うんですよね。高め、まあ、本田戦別に黒いワンに勝率がいいわけはないですけど、他のキャラが結構辛いんで、あー食うぐらい食うなで、これはあー低昇4発目引っかかる、これは運がない。さあここはバイパーホーク仕事をしてほしいところだが、そうですね、体力的にはやはり5分くらい円台剣入って、これでかなり優勢かと思いきや飛行剣食らってしまう、これでわからない。闘魂チュンリーはなかなか運がいいんでね今日は。そうですね、あーこれはチューチューしっかり、さああれあーしっかりしてる、対空バックジャンプでトマホが出てればというとこでしたが、さあ友田長州どっち行く、まあどっちでもいいけどね、どっちもどっちだねこれ。最初はグーじゃんけんほい、いけ勝った方が行くって言ったじゃん今、行った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 けど、まあ友田さんね、あー友田さん50円いらないです、あ、うせえ、なるほどね、かっこいい。さあ俺が残ってしまいました。てか今日まだ1回もスト2やってないですよね俺、投げ返すもうそろそろもう何もあと俺しか残ってないね。さあ闘魂さんが締めてしまうのかこれ、あれさあいって中継うまい、あーこれ厳しい、戦列おおしっかりしている、今の垂直弱形超厳しいですね。さあベガ戦のあの垂直弱形は結構使えると一時みんな使いまくってたんですけれども、はい、ベガが割と対策したような気がするんですけどね。そうですね、かなり対策してますね。まあダメージ勝ちが取れる相打ちとかそういう感じでやってることが結構多いですね。さあダブル2エンダイパン、あれは多分投げ漏れかな。さあ投げにあいかず、メガチュンリー、はい、友田チュンリー戦うまいんですけれども、いやかなり上手ですよ。あいって闘魂さんもメガ戦結構うまいですね、踏んで、いやいいムーブ、友田さんがかなり工夫をしている立ち回り、投げられてる、闘魂持ってる、今のは持ってますね。さあ残り時間が、あ後ろに出る、運が悪い、しかし、あ今の大キックはでかかった。さあさすがに友達強かった、まだ粘りましたね。あのミドル大抵超減るんですよ、円柱うまい、射柱2ヒット繋がっている、チュンリーいい踏み込みですね、今の踏み込みはお見事ですね。さあ友座がゲージを貯めようとしている、投げる、腕身がないのはちょっとやばいぞ、めくりが投げ返す、投げ返す、投稿いい投げ返し、今のはナイスですね、チューチューチュー大きい、投げて円柱系は入んなかったが、おっとこれはでかい、これはどうガブル、ガブらない、いやなんかいい感じのあれですね。さあさあこれまだ分かんないぞ、さあ投稿暴れている、さあまだ出さない、ナイトメアは見てる、あーもう1回バックジャンプ、さあ大将長州が
闘魂坂本黒岩秀対長州。はい、長州さんで調子いいとマジいっちゃう可能性あるんで、さあ開幕飛行圏飛び込みを恐れずにしっかり打っていた闘魂さん、お見事ですね。さあしかしこの剣は連チャンジャンプしっかり使ってきます。なので下がれない状態で飛び込まれることが多いです。さあ弱小で勝負。あーこれは一定。いやー今え2段なのあれ。いや今ね多分ね立ちぐらいだったら、立ちガードだったら一度とで済んだ可能性ありです。しゃがんでた。しゃがんでました。あれ立ち中キックなのも関係あるのかな。あの立ちだとあの暗いの部分結構出ちゃうんで、だから場合によっては立ちの方が削りが少なくて済むっていう場合がありますね。あ、まあそうだね。はい、あぶれ、うおー、え、何あれ今の。今のは間違えた。今の多分戦列だ。戦列ミスですね。がですよね、多分溜まってなくて背中蹴りになっちゃったっていうことだと思います。さあ長州剣がなんとか難を逃れたが、やはり言うても春里剣、あーめくっている、投げ返している。これはお見事。あそこ投げられてたら結構ペースをつかまれるんですが、さあゲージ溜まった。空中で2ヒット、おいしい。弱小ルーやばいぞ。あー弱小ルー出ない、受け身がない、死んでしまうのか。しゃが中継、しかしかかる。ああーかけてー、あらまー終わっちゃった。エキシビジョン行きましょうか。はい、トーコンさん2ピン座っててください。ヒデ黒岩坂本のトーコンさん2ピン、好きな方、はい、好きな方から終わったんで、好きな方から。じゃあ坂本さん、坂本さんから行く。今のレッパミスですか。あーなるほど、まあ確かに今の体力ちょっと削れそうだった感じがしますけどね。あー、まあ、大昇龍の方がいいんじゃないの。大昇龍、あ、でもチュンリーも3ダッツいける。あ、ドミンチャクだったらいける可能性ありかも。でも弱昇龍もね、あの結局食らうダメージの4分の1のダメージなんで、削りってそもそも。ああだからどっちかっていうと弱昇龍の兵か減ってた可能性ありますね、もしかしたら。いやでもあれ、あそこまで来ても完全に1個の攻撃が1ドットになるから。はいはいはい、2ドットしかないんだったら大、はい、の方がいい。あ、まあそうですね、はい、であそこチュンリー側暴れ毒じゃないんで、もう、まあ、結構やばいっていう。大だったら多分ショーのスピーバーで抜けれる気がするけど。あ、まあ可能性ありですね、っていう変な読み合いが。まあまあまあ、まあ、確かに。さあ坂本サガートがいなす。え、マジで大丈夫。開幕飛行圏はまあ打ってもね、サガットにはマイジャン大抵一発入るくらいかと。さあ坂本サガットは私とかなり数をやっておりますので、かなりチュンリー戦は場数が踏めてる可能性が高いです。ゲインキックが入って、あのゲインキックを置きに対してはグランドタイガー潰しができるんですが、坂本さんのあれあれファイブオンでトコさん倒してるんで、うん、大丈夫です。さあゲージを持たれる前に1ドットでも多く減り張れ減らしたいが、チューチューいて、だー踏み込みすぎからの戦列、厳しい。だー厳しいですね。黒岩さんどっち行く。行く、 OK。あーかっこいい。さあこの男チュンリー2体やる気満々です。黒岩さんが行きました。さあ黒岩さんは私とかなりやってます、めちゃめちゃやってます。うわ撫で返す、これやばいぞ、撫で返した。チュンリー戦は俺はやれるんだと、まあやってますからねこの人。さあお医者が入って、コパンからこれはいける、
ダメージは一応1割勝っておりますが、まあお互いゲージを持っている状態、まあ鬼武装はちょっと使えないので玉よけが本当に鬼のようにうまい。さあ踏んでしまって円柱パンはガードさせる、これはうまい立ち回り。飛行艇踏んで、さあかなり手堅い動きをしてますね闘魂チュンリー。弱飛行艇で相手を動かす、空中ぐらいにはならないが、さあこれは闘魂さん、闘魂さん今のはバックジャンプはね得策ではないんですよね、難しいんですけれども。そうですね、しゃがんで戦列だけ持っとけば、まあそうですね、しゃがみ中継とかそういう感じでいければいいんですが、さあ前段中継から、あーこれはやばい、ピヨンないの、しっかりしている、これも使って、あー大だった大だ、しかしこれはかなり厳しい、ゲージも持たれている。さあ削られて、あーもう一度入る、これは厳しい。さあ俺行っていきます。さあ2体目のヒデチュンリ倒せるかな。お、これは全部もらって、全部もらってからの、あれカラキャンしてる、ヒデさんカラキャン停止できます、あー得意の見てないやつ、でも安定するんでしょチャージやった方が、うん、あーマジで、ごっさんごっさんあそこまで引きつけて相打ちかよ、 S なら一歩勝ちする、あ、いやーホンダの人はよく歩くよね、あ、あーカルキャンしてた、終わりです、めくりさんさんが増えんだチュンリはい、というわけで、はい、え、コタカ2ラウンド目マジ助かった、ヒデ対コタカやる、えやりますいや、あれが向こうに来てくれれば、まあいいや、来てくれればね、まあ、とりあえず今日エントリーしてたのがまあこの20人だったのでね、というわけでまあ本日の対戦以上となります、お疲れ様でした。じゃあHey!
Thank you.
Whoa! Oh, DJ!
Fight!
Thank you.
イ。
Thank you.
Bison wins. Brutal. Round one, fight. Three.
Begin getting round two, fight!
Bye.
Oh!
Walking! Walking!
イ。Fight!